ワールドバズチャンネルということで、なんと成田空港にやってきました。めちゃめちゃテンション上がりますもん。綺麗すぎて、街並みが、建物の色がちょっとカラフルで本当に可愛いですよね。もともとはレンガだったけど上にこれかぶせたっていうのを再現してる。旧市街とヨットの融合がいいですね。イエーイ、気持ちいい、最高じゃい。バイブル写真が、これ本当すごいですね。人すごい、360度囲って見てて、なんだこりゃ、すごいですね。実際にショパンがここに住んでた時はこういった感じっていうことですよね。これいい、日本にもあればいいのに。こういうなんか料理おいしい。何これ、初めて食べる味なんですけど、今回のポーランドの広報文化センターのオスミツカさんの方から招待いただきました。ありがとうございます。楽しみですね、初ポーランド。めちゃくちゃ広いですね。広いですね。でもこのウェルカム的な感じでショパンが流れるんですね。そうですね、めっちゃ粋ですね。初めて飛行機の歌手がショパン聴いた気がします。じゃあちょっと長い空旅になりますけど、はい、ゆっくりと休んでください。ありがとうございます。お願いいたします。アンナです。アンナさん、日本語がお上手なアンナさんですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。杉ゆいです。ガルバル東京からわざわざワルシャワーにお越しいただき誠にありがとうございます。朝早くからありがとうございます。めちゃめちゃテンション上がりますもん。綺麗すぎて。この街 は実は第二次世界大戦の時に破壊されてしまって、はい、それで市民の勢いと情熱と自分の町、自分の国に対する愛情によって復元されていました。ここに見えるのは、はい、王宮で、王宮、歴代の王様がここに住んだり国を統治していたんですね。王
宮がこんなこう街中にあったんですね。そうですね、私たちは今いるところは、まあ、ワルシャワの最も古い部分なんですけれども、はい、そこからワルシャワはいろんな方向に拡張していって今の形になっています。こっちにもなんか豪華な建物ありますよね。これは聖アンナ教会。教会なんですね。いろんな時代にこうやって増築されたんですけれども、はい、いろんな建築様式をここで学ぶことができます。そんなに何か何とか式何とか式何とか言い混じってるんですか。そうですバロック中はバロックなんですけれども、はい、あらゆるスタイルがあります。でこの柱の私たちを上から目線で見てる王様は実はクラクフからワルシャワに首都を移した王様、はい、だからここに象徴として像が置いてあるっていうことなんですかね。勝手に建てたんですか。勝手にじゃなくてその息子が建てたんですよ。息子が建てた。息子もポーランドの王様になって、そしてお父さんをここで銅像として建てたんです。なるほど、すごい歴史が。向こうにヴィスワ川が流れていて、川の向こうに国立競技場が見えます。日本と同じ感じなんですね。そこでいろんなサッカーの試合があって、はい、で川の向こうにあのプラガという別の地区がありまして、今度は旧市街の広場、復元された城下町の方に行きます。行きましょう。お願いします。そしてこれがバルバカンから見えるワルシャワの城壁。あ、これが城壁。お堀もあります。すごい、まあ、二重になっている城壁です。あ、本当だ、二重になってる。レンガものすごい高さじゃないですか、これ。こっちから一番下から見たらほら何台何段レンガを積み重ねたんだっていうぐらいのすごい城壁ですね。ここもか、この門も。絵とか像とか売ってるちょっと芸術的な像なんですか。こんなところにも行けるんだ。この城壁と城壁の間入ってますよね、人。なんか結構食べ物屋さんが多いんですね。え、これ見て、クラフトビールですよ。見て見て見て、1,2,3,4,5,6,7,8,9。すごいですね。いや、隣もすごい飲み物売ってるんですけど、ちょっと待って、旧市街なのになんか原宿的なものも売ってるんですね。面白い。あら、いいじゃん。ジェンクイエン、見て、かわいい。やばいっすよね。御年30歳が持ってます、これ。オレンジ、一番下はオレンジ味です。多分フラペチーノのジュース版みたいな。ねえ、あ、なんかすごい開けた場所に出てきましたよ。そしてこれが旧市街の広場です。ねえ、建物の色が可愛い。中世時代に市場があったんですけれども、今はいろんな店とか画廊がたくさん集まっています。子供が、あん中入っちゃってるんですけども、水の中、元気ですね。夏は風船になっていて、冬の時はスケートリングになってて、ここのまま、はい。へー。で、この綺麗な女性は、ワルシャワの、ね、象徴であって、そのシンボルについていろんな伝説もあります。
旧市街が先ほど申し上げましたように全部復元されてるから、例えば、はい、あのレンガを露出させている部分、はい、ゴシックの時にはレンガ作りが多かったんですけれども、その後でルネサンスになったら上に壁土を塗って見えなくするんですが、あ、こう、あ、だ、これだ、こういうことですよね。ここがもともとはレンガだったけど上にこれかぶせたっていうのを再現してる。そうですね。あ、へえ、これはあえてなんですね。すごい。なるほど、こういうところなんだ。そしてここ、あ、これだ。あら、ここからワルシャワを流れる川、ビスワ川を眺めて、なんかすごい鍵が、これはよく見る、なんかなんかカップルで来るやつだ。カップルでこうやって愛を誓って、ね、日本人かな、ゆきさんかもしれませんよ。偶然。このこんなすごい頑丈な鍵もこの永遠のマークついてますもん。すごい。そしてこの小さな広場、この広場のど真ん中にこういう鐘が置いてあるんですけれども、この鐘はこうやって手を置いて、はい、再開3回回りながら夢のことを考えると、その夢が叶う。持ってあげましょう。 ありがとう。右手、右手って決まってるんですか。うーん、右曲がるから。あ、そういうことか。確かにそうですね。へえ、何にしようかな。なんか不思議。1、2、3。これでいいんですか。完璧。気がしてきた。自信がつくでしょ。そしてこの教会は大聖堂で、中世時代に作られた聖ヨハネ教会です。で、この教会が最初は木造の教会でしたけれども、どん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 ワルシャワという町が豊かになることにつれて、町民たちも集まってレンガ作りのものができました。そしてこの大聖堂の壁に一つの謎が埋め込まれていますけれども、はい、クイズです。これは何でしょうか。いや、でも歴史に関する何かだと思うんですよね、うん、何だろう、これ戦争の第二次世界大戦中の何かだと思うんですよ。ただそれが何かわかんない。何だろう。戦車のキャタピラ。へえ、あ、なるほど。そう、なんでここに、なぜかというと、ワルシャワ統治の時にここは全て道も狭いし戦いやすいから、ものすごく激しい戦いが繰り広げられていて、戦後は瓦礫の中でこのキャタピラが見つかったから、こういう戦争、もう二度と起こさないようにということで、忘れないようにここに入れています。そしてこれからショパンの音楽を楽しみに行きましょう。ポーランドといえばショパンですもんね。でも実際にショパンがここに住んでた時はこういった感じっていうことですよね。ここ生まれた部屋ですよ。もう書いてある。Jest to ostatni fortepian, na którym grał sam Fryderyk Chopin. 最後のしかも。